はい、どうもスパイダーです。残念のお知らせです。今回の23日、24、25に決定していた関西ツアーですが、今回のこの状況を踏まえて中止延期とさせていただくことになりました。本当に自分もやっと活動ができるなと思ってね、行くの楽しみにしてたんだけど、やっぱりこのまん延防止措置っていうの、なんかよくわかんない、その緊急事態宣言の一歩手前みたいな、よくわかんない、それもなんかそれが発令してしまったので、まあそれが京都に発令してしまったんでね、東京もそうですけど、やっぱり大阪の方もね、感染者も増えてきてるし、なかなかちょっとやっぱりこれは難しいという判断になりまして、今回は中止延期とさせていただくことになりました。すいません。またね、今よりね状況が良くなってきたらまた必ず行きますので、皆さんよろしくお願いしますよ。はい。ただね、東京もこれからライブもきつくなってくると思うんですよ。参ったね、本当に。昨日ね動画を上げたばっかなんだけど、今回またこういう動画になってしまいましたけど、大阪、京都、三重のツアーは今回は中止延期とさせていただきます。私はなんかもう残念で残念でならなくてね、本当にすっごい楽しみしてたんで、今日はねすごく天気がいいんでね、ちょっと気分も晴らしたかったんでね、バイクで今茨城まで来まして、これから帰ろうかな。そういうことでまたお会いしましょう。皆さん、4月の16日の千葉のレストランジャムはやります。まだまだ予約よろしくお願いいたします。じゃあ千葉のライブで会いましょう。それではさよなら、さよなら、さよなら、さよなら。コロナに怒りしかありません。